河北省保定市有権の古僧島村の土地3200ムーが不法占拠され22年になります。今年9月より村の村民らは地元政府に何度も抗議し10月8日には村民1500人が徒歩で北京を目指してデモ行進しました。しかしほとんどの村民が途中で警察に連れ戻され北京に着いたのは200人足らずでした。 古層島村の8割以上の土地が白洋店温泉タウンに不法占拠され22年になります。村民らは9月より何度も地元政府に抗議しました。今月8日午前1時ごろ、村民3人が警察に強制連行されました。当日午前、村民およそ1000人が土地を必ず取り戻す、犠牲も恐れないと書かれたオーダー幕を掲げて、

有権の警察は逮捕状もない状況で民家に押し入り、村民を強制連行しました。その上、村民を全裸にして、拷問で自白を強要し、唐辛子水をかけたりしたそうです。村民らが北京に向かってデモ行進している間、拘束されていた3人の村民が釈放されましたが、拷問で重傷を負ったため、病院に搬送されました。 <music> 白陽天温泉ダウンは河北省のリゾート地として開発されました村民によると近隣の複数の村の土地も合わせて7000文以上占拠しているため 他の村の村民も政府に陳情したものの、同じく逮捕されたりしました。新東人テレビがお伝えしました。